ほんでエイペックス楽しいって思うことないの？このゲーム出て3ヶ月ぐらいは面白かったよ。短っ鬼の短さやん。あ、俺プロやってる時も全然面白くない感じやってたね。やるしかないからやる感じで。で、スリムいた時めっちゃ幸せだったよ。解放された？もうやんなくてもいいんだ、うん、まあでもな、そうだよな、しんどいって思いながら何年もプロゲーマーやってる人ってあんまいなさそう。それはね、ゲームがどんだけ人気にかによる。まあ確かにな、それはそうだね。うん、ゲームがめちゃくちゃ人気でね、競技シーンが盛り上がってたら。エーペックスはね、エーペックスの競技はちょっとね、まだね、エーペックスプロですって言ってもさ、そんなかっこいいイメージないけど、バロープロですって言ったらかっこいいじゃん。バロープロすごいよな。ゆかさん大丈夫？大丈夫だよ。ゆかさん？ゆくね？あ、なんかもう悪口しか飛んでこん。みんな悪口や、エーペックスゴミ。俺のすぐ下におるよ。かっこよくないよね。よけた。やばい、センチネルしかない。全部敵。これ味方かと思った、ここにいたの。これいくらやねんね、これ。これ2パイいるから。そう、2パイいるんだよ、もう。まだ分かったよ。ラスラスラス。あ、違う。今、チームメイトからのメンタル攻撃で今、動揺が。早く起こして、足音してる、こっちから。今、坂上がってきてると思う。なんか入ったっけ？そっちろ、そっちろ。なんだこっちは。別はパリオ。後ろ。90。シア。出た、それやった。シアローだよ。これ一回巻くね。お母さん巻いてもいいかも。ああ。ね。いや、なんかさ、エペックスのプロってかっこよくないよね。いや、違う。なりやすさの違いじゃないよね。いや、そんなことないよ。枠の広さとかの違いな気するけどな、なんか。いや、アモラハントのプロかっこいいよ、だって、みんな。あれなんでそっちのエーペックスのプロって言われてもね。こっちサイドになんでなんだ、うん、感じてるから、自分で。エーペックスのプロよりバロラントの方がかっこいいもん。エーペックスのプロゲームもやってるけど。本当にそう。そりゃそうだよ。そうじゃない、なんかかっこいいじゃん、VCT 見てたら。すごいよね。